こんにちは、梅です。冬暖かく夏も30度を超えない憧れの千葉県勝浦市、シングルにもカップルにもファミリーにも社員旅行にもおすすめ、半年ぶりの三日月シーパークホテル勝浦です。 JR 外房線勝浦駅です。駅周辺案内、金目鯛の剥製。さて今回のプランは三日月シーパークホテル勝浦全国旅行支援素泊まりプランです。駅まで無料送迎バスが来てくれるのがありがたい。ほぼ半年ぶりの訪問です。三日月シーパークホテル勝浦、堂々たる巨大な旅館、別館の温浴施設、大型バスも止められる駐車場。2022年3月1日勝浦ホテル三日月から三日月シーパークホテル勝浦へ、社員旅行での利用も多いですね。クリスマスツリー、入って右にフロント、週末は満室。今回は旅行支援のクーポンを当て込んで素泊まりプラン。鯉が泳ぐロビー、ソファーでのんびりできるロビーです。30年前の衝撃映像は前々回の動画を見てね。中にもクリスマスツリー、高くシャンデリア、ブレイブリーピアノは上手な方が弾いていると雰囲気が上がるのでラッキー。ウェルカムドリンクコーナーの看板がない。ロビーに移動していました。ワインはなくなったけど、コーヒー、アップルウォーター、ウーロン茶。奥にキッズコーナー、利用はウェルカムドリンクと同じ14時から17時。外に遊具もあるけど雨の日も OK ですね。ここにもクリスマスツリー。いいお天気です。フロントの奥は大きな売店です。着物からお土産、子供たちの喜ぶものまで品数豊富。地域クーポンで買っているかな。スパ以外にもボウリングやゲームで楽しめます。これが全館満室ってすごい。お部屋へ。マサゴ亭5階へエレベーターで、入ってすぐ履物入れ、ちゃんと表示があり、2ベッドと和室の和洋室、希望で和室に布団を敷いてもらえます。お水、お茶、お茶菓子、湯沸かし器、加湿器、お水入り、今は亡きアクオス世界の亀山モデル、机におしぼり、お菓子は千葉のほだより、冷蔵庫は冷凍コーナーあり。ただしスイッチ入れなきゃ冷えていません。浴衣が木綿に変更。コップとカップ、ベッド周りに電源見つからず、和室にはあり。消臭剤とプラハンガー、リノベ済みのトイレ、洗面所、タオルはお部屋用、歯ブラシ、ブラシ、コットン、レーザー、化粧水、乳液、ポンプ式石鹸、プラコップ。2日目からは希望補充、固定式ドライヤー、お風呂、ポンプ式シャンプーコンディショナー。温泉使うから使わない人も多いと思いますが、マサゴ亭5階からの眺望です。すごく綺麗な海、勝浦港で釣り。日が落ちる頃は近くの勝浦港で釣れるのではないかな。期待。やったー、かわいいアジ15センチ。日が落ちて間もなく試合到来。サビキで入れ食い。20センチぐらいのも、新魚種ムツ、お味立派。入れ食いタイム終了。暗くなっても電気浮きで釣り人ずらり。朝までの方もかなりいるそうです。朝まで小味が釣れるとか。夕食、丸竹宮古寿司本店、握り寿司並1500円、立派。厚切り大ネタ、
地域クーポンが使える。油のりのりいわし、おいしい。カンパチかな。満足度並みじゃない。大浴場三日月温泉マサゴテ12-13階展望大浴場起点の湯。12階は男湯と湯上がりラウンジ。階段をかなり登って女湯。ナトリウム塩化物炭酸水素塩温泉。露天風呂はないですがサウナ水風呂あり。湯上がりラウンジからの見晴らしも素晴らしくくつろげます。ランチです。勝浦港市場食堂は開店前から行列。ホテル近くに釣り具屋さん発見。仕掛けも餌も買える。こちらもホテル近くの山菜亭。クーポンが使える。ランチメニューは5種類と餃子のみ。店内です。旅行支援のクーポンで勝浦担々麺を食べに来ました。おいしそう。熱々玉ねぎがたっぷり。おいしい。普通にとても辛いです。900円なので餃子を追加注文。紙クーポン1000円単位。餃子500円。熱々ジューシー。満足です。ごちそうさまでした。アクアパレス、スパドームアクアパレスは水着で利用する温浴施設です。水着なしで入る男女別のお風呂もあります。1年前貸し切り状態だったけど活気が復活。滝も復活。屋上のスカイスパゾーン、浴用日本酒を加えたお風呂、楊貴妃の真珠風呂。気持ちいい。日が傾いてムード抜群。大空の下であったか温泉は最高。宿泊当日、翌日も無料なのが嬉しいですね。噴水場も全開。送ってもらいます。感謝。勝浦駅から特急に乗って帰ります。お会計です。クーポンでご飯も食べられたし、なる得。ホテルの夕食朝食は前回と前々回を見てね。超過と料理です。アジ、ムツ、キス、サバ、トウゴロイワシ、グルメイワシです。勝浦はいつもそこそこ釣れるな。混んでいるけど。こっちはもらったマゴチ、マハタ、マダイ、メゴチの子供たち。お刺身8点盛り。アジ刺し、アジたたき。グルメイワシ。サバ刺し、シメサバ。アニサキス自己責任。マゴチ、ムツ、マハタ、チビたちだけど立派な刺し盛りに変身。金魚種ムツ、まあまあいける。一匹は煮付けに。まあまあいける。お寿司はいかがでしょうか。アジ寿司としめ鯖寿司、とても美味しい。キス、タイ、メゴチ、アジの天ぷら、絶品。アジの梅しそ巻き、小さくても美味しい。トウゴロイワシは南蛮漬けです。朝ごはんに塩焼き定食。ご覧いただきありがとうございました。バイバイ。また来てね。